皆様こんばんは。今日は特別に夜のマナー講座と題しまして、インターマナー代表の渡辺優子がお話をさせていただきます。男性の皆さん、じっくりご覧ください。さあ、すべての男性の方がモテたいという願望をお持ちなのではないでしょうか。どうすればモテるか、ポイントはたったの2つです。実は私、先日ある会社にマナー講座に行きまして、これはもちろん昼間の真面目なビジネスマナーの講座だったんですけども、そちらで社長さんがブログに書きました通り、40代の2代目さんでいらっしゃいました。最初にお会いした時は、正直なところあまりファッションにも気を配らないタイプの方で、ちょっと髪の毛も伸び気味、どちらかというとモテるというよりは安心感があるというタイプの、女性からはお友達として見られてしまうようなタイプの方だったんですけども、一度目の講座が終わりまして、ビジネスには清潔感がとても大切ですよということをお話ししますと、二度目にお会いした時に髪をスパッと切られまして、で今まではこう柄物のシャツをお召しだったんですが、その日は白いカッターシャツをパリッとお召しになって、表情もちょっとこうイケメン風の表情に変わってまして、すごくかっこよくなったなというふうに感じた次第でございます。モテるための一つ目の秘訣は清潔感です。私、不潔な男性が好きっていう女性はいらっしゃいませんので、まずは皆様ご自身が清潔感があるかどうかをしっかりとご覧ください。まずやはりヘアスタイルはさっぱりとしている方がいいですね。で、長めでパーマなんか当ててらっしゃる方はきちんと整髪料をつけて、小さめにまとめていただく方が女性受けはいいかと思います。もちろんお洋服が汚れているとか、耳垢が溜まっているとか、鼻毛が飛び出しているとか、そういったことは一切ないようにお願いいたします。爪が長いのも論外でございます。さあ、パリッと清潔になりました。姿勢を良くしてください。姿勢も清潔感がにじみ出ます。やはりこう少し猫背な感じだと、清潔というよりは暗い方という印象になりますので、背筋をスッと柔らかく優しく伸ばしていただくというのが清潔感を醸し出す姿勢でございます。さて、ルックスが決まりましたら、今度は2つ目のポイントに参ります。2つ目、女性は自分の話を聞いてくれる男性が好きです。魅力を感じます。例えばこんなことございませんか。恋人や奥様とお話ししていて、あなた私の話聞いてないでしょって怒られたことがある男性多いのではないでしょうか。確かに男性にとってみますと、女性のたわいのない話というのはつまらないものが多いです。今日はどこどこのスーパーに行って、何々が何円安かっただとか、隣の奥さんがこんなことをおっしゃってたとか、どこどこちゃんのママはこんな病気なんだよとか、まあどっちでもええわという話がですね、非常に多いかと思うんですけども、そんなお話もぜひともポーズだけで結構ですので、一生懸命聞いて差し上げてください。一生懸命聞くためには、まず相槌を打つ、そしてこの相槌にバリエーションをつける、そしてオウム返しをする、この3つのポイントになってまいります。聞いてなくても聞いてる感じになるということなんですね。例えば相槌を打つ、そしてそこにバリエーションをつけるというのは、頻繁にはい、なるほどというふうにおっしゃってください。で、今言葉のバリエーションはつけましたが、抑揚がございませんでした。これに抑揚をつけると、それでおーなるほどというふうにおっしゃってください。で、そしてできましたら、その相槌の中に共感の言葉を入れていきます。お相手、女性の心に共感する言葉、例えばそれは大変だったねという一言で結構です。で、こういった相槌を打っていただきまして、そしてオウム返しをします。お相手の女性がこんなことで困ってるのっ
ておっしゃったら、そう困ってるのと付け加えて差し上げてください。それだけで女性は、この人は私の話を聞いてくれる、すごくいい人、優しい人となります。清潔感があって、そして話を聞いてくれる男性、モテること間違いなしですよ。